東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？ベガルタ仙台が昨年度大会4強のアルビレックス新潟を 1-0 で下して白星発進を決めた。立役者になったのは仙台大在学中特別指定選手として参加している21歳ディフェンダーだった。前半4分、仙台は左サイドで得たコーナーキックからゴール前の混戦を作るとディフェンダー榎本光大が倒れ込みながら左足で押し込む。プロデビュー戦を迎えた大学生が大仕事をした。榎本は昨年度も6月より特別指定選手として登録された。しかしプロの舞台での出場機会は巡ってこなかった。渡辺進監督はターンオーバーしているつもりはないと話したが、若手が多く起用されたナビスコ杯の初戦で榎本にも出番がやってきた。群馬県の共愛学園校出身、仙台大進学後に大きく力をつけた。大学最終学年を迎える今季、幸先のいいスタートを切った。 you